はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、ご報告というか決意表明というかになるんですけれども、なんと私ですね、来年の春を目標にフルマラソンに挑戦したいと思います。突然すぎてちょっとびっくりしてる方もいると思うんですけど、まだ詳しくは決まってないんですけど、来年の春ぐらいを目標にフルマラソンを走ることになりました。今まで私フルマラソン挑戦したいんだよねとか、なんかそういうお話を多分したこともないので、なんで急にって思ってる方もいるかなと思うんですけど、きっかけとしてはアルペンさんにお声掛けをいただいて、ぜひやってみませんかっていう風に、 YouTube の一つのコンテンツとしてもこう絡ませながら、よかったらマラソン挑戦してみませんかっていう風にお声掛けをいただいて、私もその自分がフルマラソン走るとかそういう考えをしたことがなかったので、し、まあ今までそういう動画もあんまり上げてきていなかったので、まあちょこちょこなんか本当に軽くトレーニングとかを上げてたかもしれないですけど、そういうコンテンツはあんまり発信はしていなかったので、若干こう なんで私なんだろうっていう疑問というかもあったりはしたんですけど、いやでもなんかこうやっぱり大人になって何かに挑戦するみたいなことって本当に少なくなってちゃうなって思うんですよね。まあ、子供の頃って何もかもがこう新しかったりとか、小さなことでもなんか挑戦という風にこうなることはあるかもしれないですけど、大人になるとやっぱりなんか、なんだろう、ある程度の自分の経験だったりとかやってきたものだったりとか、なんかそれを極めていくじゃないけど、またこの年齢から新しいことにチャレンジするみたいなことって本当に少ないなって年々ちょっと感じるので、この機会をぜひ私もお借りしてちょっとやってみようかなって思いました。私もスポーツ、バレーボールやってたりとか、運動はすごく好きなので、お誘いをいただいた時にすごく興味はあったので、もう私も来年25歳の年なので、なんかいい区切りじゃないですけど、で実はね、このお話をいただいた時に、あ、そういえばって思ったことがあって、私のお母さんも実はフルマラソン一回挑戦してるんですよ。お母さんは別にそんな、なんだ、超スポーツマンとかそういうわけでもないし、アスリートでもないし、まあ今はバレーボールを地域の活動としてやってたりとか、ちっちゃい時に踊る方のバレーとかもやってたらしいんですけど、別にそんな、なんかマラソン選手だったとかそういうわけではないけど、私のお母さんもフルマラソンやってて、なんか縁なのかなとも思ったり、でもお母さんも無事走り切って、らしいので、もう一回でいいっていう風にも言ってたけど、なんかこうマラソンに対して何かしらの縁は感じたので、はい、今回挑戦しようかなって思ってます。まあ、42.195キロっていう未知の領域ですけど、本当に学校でやるさ、持久走の1キロとかでもきつかった覚えあるので、それの何十倍、40倍とか、まあ、疲労的にはもっともっと負荷がかかるし大変だと思うんですけど、まあでも完走目標にね、いろいろトレーニングだったりとかも頑張ってやっていきたいなって思ってます。で今日はですね、その第1回目の動画というか、またこれから何回かそういう動画にもちょっと上げていこうかなと思ってるんですけど、練習の風景だったりとか、今日はまあ1回目の動画としてこの決意表明、ご報告と、今からですねアルペンさんに実際にお邪魔して、ランニングのねウェアだったりとか、一番多分大切かな、シューズも選びに行きたいなと思っております。ということで、今からちょっと新宿にあるアルペンさんに向かいたいと思います。ということで、アルペン東京さんにやってきました。すごい、新宿にあるんですけど、8階建ての超大きなビルです。都内で一番大きいお店らしくて、ここで今からランニングウェアだったりシューズだったりアイテムを探していきます。はい、ということで今シューズを選びに来ました。ここが多分ランニングなんて書いてあるんでランニングシューズのコーナーだと思うんですけど、すごいたくさんありますね。ちょっと人が多くて貸し切ってます。かっこいい、めっちゃナイキのペガサス、ペガサス、このオレンジが可愛いですよね、ラインが可愛い、軽い、めっちゃ軽い、こんな感じなんだ。私ランニングはしっかりシューズとかを、専用のやつとか使ってやったことがないからびっくりした。こんなに軽いんだって。普通のシューズでもいいと思ってたけど、そういうちょっとスポーツ系の違うのかな、
ね、履いてみてどんな感じかね。ちょっとわかんないんで、もう聞いちゃいます、店員さんに。ランニングを始めようと思っていて、はい、私まだこういうなんて専用のシューズとかも使ったことがないというか、履いたことがなくて、はいはい、なんかいろいろアドバイスいただきたいなと思って、はい、あ、わかりました。はい、フルマラソンを、フルマ、はいはい、走る予定で、はい、時期は来年の春、はいはい、3月ぐらいです。そうですね。はいはい。大体そうですね。今からこう練習をされていくにあたって、例えば1週間に1回とかっていう人の方は週3回、週4回で、同じく週5回、週6回みたいなところも、はい、まあ、頻度はやっぱり高めてほしいというのが、はい、まずは結構目的としてあるかなと思うので、そうなるとこうお仕事とか、まあ、撮影とかが終わってから走られるってなるんですよ、うん。しんどいのに走らないといけないんですよ。発生するじゃないですか。多分まあ下駄箱の中にあって、ちょっと走ろうかなと思ってもらえるような、モチベーションが上がるようなシューズっていうのが僕はいいかなと思います。そういったシューズはまさにここに置いてある、これ。やっぱこれですか。がめちゃめちゃいい。これが好きです。はい、もう一応好きです。ちょうどあの僕も今履いてるんですけど、本当だ、はい、ミシさんも履いてます。軽いですね。めっちゃ軽いです。で今いろんなシューズがあるんですけど、まず結構跳ねるっていうところ、反発があるんですけど、まあ、それがこう走ってて楽しいなと結構多いので、これはもしかしたらまず一番最初に履いてもらおうかなと。うちあの足がそんできてますので、ちょっとあれで測っていただいて、まあ、何サイズがいいかというところも一緒に見させていただきます。はい、え、なんか体重とか出ない？あ、出ない。はい、そういうところは大丈夫。はい、どこでもいいですか？あ、大丈夫、ずっとのまま大丈夫です。もしよかったらお伺いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。へぇ、取っていただいて大丈夫で、うちだとお客様の足の姿勢の長さ、はい、データとしてアップロックするところと、あとのこの圧力、すごい、すごい、ウェイトがまあどういう風にかかってるのかっていうのも見ることができるようになってます。へぇ、面白い。まずはあのここからご説明をさせていただくんですけれども、ここに表記されているこの数字というのがお客様の実際の足の長さになります。はい、これあの靴の推奨サイズではないので、ここからまあ靴の推奨のサイズをだいたい推定していくんですけど、実際の足の長さから10ミリ加えていただいた大きさっていうのが収穫のベストサイズと言われてますので、そういうことですね。まあ、ずばり26センチぐらいが25入ってた。へえ、そうだともう本当にぴったりって感じなので、例えば走行中にですね、親指の爪がこう剥がれてしまうっていうのが結構フルマラソンあるんですけど、そういったところってもう大半がですね、詰まりすぎて靴がちっちゃすぎてっていうので、だいたい10ミリぐらいの先端を開けていただいた方がより安全にフルマラソンは完走してもらえるんじゃないかなと。この圧力分布とかって見ていただくとですね、この赤い色のところっていうのがより圧力かかってるところっていうのが判断をしていただけるんですけど、うん、はい、あんまりこう圧力かかってらっしゃらないので、まあ、どっちかっていうと重心が多分後ろ寄りになってることはこれで分かると思います。重心位置もちょっと前寄りに、無理ブレーキをかけずに自分の重心が移動していくにつれて、この真下に足を落としていくっていうような作業ができれば、無理ブレーキがかからずに楽に長い距離走ることができるということはできると思います。これが26センチです。はい、軽い、履いてる感覚があまりない。これはもうギュッて縛った方がいいです。あ、もしよかったら僕紐を結びますよ。あ、はい、一旦足通してもらったら大丈夫です。足のけてますよ。じゃあこれでちょっと結ぶ強さに関してなんですけれども、はい、紐がですね、指でこうやってなぞった時に引っかからないぐらい、はい、まあ、大体目安これぐらいで結んでもらったら大丈夫です。はい、まあ、これよりも逆にきつすぎてもダメだし、あ、そうなんですね、はい、緩すぎてもダメっていうようなイメージで捉えておいてもらえるといいかなと思います。この90度ぐらい上げているのはどういう意味があるんですか？はい、これがですね、大体この角度ぐらいで地面って蹴り出しを行うんですよ、最後蹴るときにですね。その時に例えばこの結ぶ時の角度っていうのがもうちょっと浅く
なってしまうと、はいはい、その分ここに隙間ができてしまうので地面を蹴るときにずれてしまうんですね。なるほど。力があんまり逃げないようにここの隙間を埋めてあげるっていうことは、まあ、まず持って結んでもらうときにやってもらう準備段階としては正しい方法なので、はい、ちょっと上げてもらって90度ぐらいにした方がいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。だってすごい弾む弾むめっちゃ弾む。先端結構空いてると思う。空いてます。触っても大丈夫です。はい、これぐらいは隙間があるので、ね、それはこれぐらい隙間空いておいてもらっても全然大丈夫。むしろこれぐらい空けておいてもらっても、へぇ、かかとが浮く感じがあります。なんか普段のなんかシューズとか、前によく転がる感じはある。へぇ、面白い。面白いね。フルマラソンの時に、まあ、30キロ以降、31キロ、32キロぐらいの時点で足ってもう完全にもう止まってしまう方がやっぱいらっしゃるんです。そういった場合、上からしっかり乗り込んで、要は足を上げて乗り込むっていうと、ね、動作自体もできなくなってしまうので、どっちかというと歩行に近い状態、足をスライドさせるような動き、こういう風にですね、こういう滑りの動きというのがより強まるんです。そこでドロップ作戦を続いていることで、より前にアシストはしてくれる。初めてのことばっかり。いや本当に、なんか何を聞いたらいいのかも正直まだ全然にこさってなくて、本当にこれからスタートっていう感じなので。やっぱ靴って相当大事なんですか、走る。大事ですね。じゃあもう靴は私はもうこれにします。決まりました、はい、これからお世話になります。はい、じゃあ、シューズをさっき決めたんですけど、まだウェアとかが持っていないので、それもちょっとお兄さんに聞きながら選んでいきたいと思います。はい、まずはこちらがですね、はい、ランニングのアパレルのコーナーになってます。でこのランニングのアパレルって、まあ、通常のアパレル、例えばカジュアルで着られるようなアパレルと何が違うのっていうところなんです、はい、素材がまず違います。だいたい化繊でできてますので、はい、ポリエステルってやっぱり軽量で非常に汗を早く逃がしてくれる素材になっているので、例えば暑い状況で練習をレースをされる時に、このウェアがですね、汗を吸うんですけど、この素材に吸った時にどれぐらい早く乾く、早く乾かないとウェアがめちゃめちゃ重くなってしまうので、はい、動きの妨げになってしまうので、常にまあドライな状態でしていただけた方が、より、まあ、ランニングのところに関しては着やすいというところになるんじゃないかと思います。着替えました。いいじゃん、お似合いです。すごい、これパンツに下着っていうか、なんていうんですか、ついてました。パンツいらないってことなのかな。下着いらないってことですか。下着はいる。下着はいります。そうですね、結構外のやつって開放感あるから、中にちょっとオーバーパンツが入ってて、下着が見えないように。下着は必要です。すいません、サイズ感大丈夫そうです。大丈夫ですよ、うん、ぴったりじゃない。じゃあ小物を見に行きましょうか。はい、バッチリ。はい、じゃじゃーん、ということでゲットしてきました。もう本当に初心者すぎて、まあ、まず何をいるのかとか全然わからなかったんですけど、店員さんにもういろいろ聞きながら、とりあえずね、おすすめのアイテムたちを揃えました。動画でも言ってましたが、まず
じゃじゃーん、こちら今回のアイテムたちは全部ナイキで揃えました。まずシューズですね。これがペガサス4141っていうランニングシューズなんですけど、私が行った日の2日前、おととい発売したものっていう風に言ってて、そんな新作のアイテムをね、今回ちょっと選びました。こちらですね。じゃじゃーん。結構まあシンプルなシューズなんですけど、ホワイトのこのやっぱラインがめっちゃ可愛いですよね。オレンジのラインが、ソールの中もオレンジ色で、すごいこう元気になれるような感じで、とても気に入ってます。シューズとかもさ、なんかなんだろう、ワンサイズぐらい大きくてもいいっていう風に教えてもらったんですけど、それ聞かないと分かんないし、まあ、でも確かに私もこの前登山ね、登るって言っていろいろアイテム集めましたけど、その時もまあシューズはちょっと大きめの方がやっぱりつま先が当たらない方がいいみたいな感じで、ちょっと大きめを選んだと思うんですけど、なんかまあそういった感じでやっぱりランニングもこう前に前に行っちゃうから、ちょっと大きい方がいいみたいで助かりました。聞けてよかった。店員さんもランニングめちゃくちゃやってる方で、なんか月に50キロだっけ、500キロだっけ走ってるとか言ってて、500キロって、全然もう私実家帰れますから、500キロあったら多分びっくりしましたけど、そう、その店員さんにもめっちゃいろいろと教えてもらって、やっぱりランニングはこう日頃からペースをなるべくたくさん、回数をたくさんやって練習した方がいいっていう風に言っていたので、私もまあ無理はせずに、でもまあフルマラソンはフルマラソンなので、ちゃんとしっかりそれに向けて練習もね、自己練も頑張りたいなと思います。そしてあとウェアですね。ウェアも動画で着てましたが、じゃじゃん、こちらまずトップスがこれです。ブラックのシンプルなものを選びました。この形が本当に綺麗で、このトップスすごい良かったです。この切り替えが可愛いですよね。後ろもあるんですけど、こういう感じで。次、パンツがこれにしました。じゃじゃーん、ブルーのパンツ、これ私すっごい気に入ってます。私なんかブルー、こういう濃いブルーがすごく好きで、このパンツ見た時に色めちゃくちゃ可愛いと思ってこちらにしました。ランニングパンツで、こう中にショーツみたいなのが1枚こうやってついてるんですけど、こうランニングパンツって結構ゆとりがあるので、下着が見えないようにするのについてるものらしいので、下着は履いてこれをまた上から履くっていう感じなんですけど、サイズ感も結構私ぴったりで、とっても良かったです。これ後ろにもこうポッケがついてます。タイツ、パッツはこちらにしました。このサイドにこれはポケットがついているので、ここにスマホもね入れられそうで、とてもいいなと思いました。結構これ細いと思うんですけど、ウエストもしっかりね伸びてくれて、割とこうフィットもしてくれる感じで、でもそんなにこう締め付けがきついわけでもなく、すごく履き心地が良かったです。このタイツ、これ一緒に履いてもいいだろうし、まあ、これ1枚でも全然いけるだろうし、タイツだけ、スパッツだけと T シャツみたいな感じでもいろいろコーディネートできそうかなと思います。スポーツウェアってやっぱなかなか普段お出かけする時とかはあんまり選ばないアイテムかなと思うんですけど、やっぱり着てみると着心地もいいし、でなんかさ、こういうパンツとかも今結構こうスポーツミックスみたいな感じで流行ってたりするじゃないですか。だからなんかもう普通に履いても可愛いかなって個人的には思っちゃってます。そしてあとスポーツブラもゲットしました。これもナイキのやつで、ランニングするってなるとやっぱりこうホールド感のある下着をつけるのがいいという風に言っていたので、スポーツブラも選びました。そしてあとこのキャップですね。私は今回ホワイトのキャップにしました。店員さんも言ってたんですけど、やっぱりこれも昼はまあもちろんね直射日光とか日光避けるのにも使えるし、夜もリフレクターが結構ついてるみたいな感じで言ってたので、事故防止とかにも役立つみたいなので、これもまあ割と必須アイテムなのかなって思いました。白いキャップ可愛いよな。ブラックもねつけてみたんですけど、個人的には今回のアイテムコーディネート的にはシューズもホワイトだったり、アームカバーもねホワイトのやつなので、キャップもホワイトにしてみました。アームカバーもこれ動画でつけてましたが、ホワイトのやつです。そしてラストがこのソックスですね。これはローカットのソックスなんですけど、やっぱソックスも直接肌に触れるものだから、割とこうランニングにしっかり適したものを選ぶといいですよっていう風におっしゃってたので、こちらもねナイキのこのホワイトのソックスにしました。今回私がアルペンさんで選ばさせていただいたアイテムたちでございます。いざやっぱりこうやってアイテムを買い揃えてみると、実感がどんどん
湧いてきますね。私はまあ何をするにしても結構形から入るタイプで、まあ代用できるものは代用したりもするけど、まあ、でもやっぱりそれにね合ったものだったりとかアイテムを使ってやることでよりこうなんかそっからもう楽しいじゃないですか、アイテム集める段階から。だから今回のこのフルマラソンチャレンジもまだ本当にスタートライン、もうスタートラインにもまだ立ててないぐらいかもしれませんが、これでようやく立てたかなぐらいですが、今のところはすごくワクワクです。まあ不安ももちろんありますけど、未知の距離なので、やるからにはお声をかけていただいたからにはしっかりと完走できるように、これからいろいろトレーニングだったりとか練習とかも頑張っていきたいなと思います。アルペンさんの協賛のフルマラソンに今回参加させていただこうと思ってるんですけど、私が目指す時期のマラソンの大会だと、沖縄が私の出身の愛知県の西尾市っていうところでもマラソンの大会があるみたいなので、まあ、そこのどっちかかなっていう感じで思っております。そう、でも沖縄は結構やっぱり気温が全然春前ぐらいでも高いから結構きついかもっていう風に言っていたので、西尾市のそのフルマラソンが濃くなってきてますが、それに向けて自己練とちょっとトレーナーさんというかそのマラソンやってる方に教えていただきながら、そういう機会も作りながら頑張っていきたいなと思います。もちろん日頃の動画もね上げていくんですけど、またこのマラソン関係というかちょこっとずつ動画上げていけたらいいなと思うので、まあ、ぜひもしねマラソン走る方とか、これからやってみたいかも、ちょっと興味あるかもって思っている方がいたら一緒に頑張りましょう。本当に初心者ですけど私も頑張ってみるので、頑張りましょう一緒に。まあ、今まで全然興味なかったっていう方も少しでもなんか私の動画を通してチャレンジしてみようかなとか、なんかそう思ってくれたら私も嬉しいなと思うので、これから頑張っていきたいと思います。ちょっと私明日からヨーロッパの方に行ってしまうので、あの練習がねちょっとまだ早速スタートっていう感じではできないんですけど、また帰国して、まあ、少し落ち着いたら練習もね始めていこうかなというふうに思います。はい、ということでですね、無事に帰国もしまして、ちょっと今から初ランニング行ってきたいと思います。全身もこんな感じで、この前ねアルペンさんでゲットしたウェアに包まれて、とっても気合が入ります。やっぱりしっかりとしたウェアを着ると、シューズもこんな感じでしっかり履いております。では早速行ってきます。頑張ります。ということで帰ってきました。いや疲れました疲れたけど、まあでもやっぱ走るとなんかすごくスッキリする感じもあって、すごい最初にしてはいい感じのスタートが切れたんじゃないかなと思っております。で、まあ今日は、まあ、全然ねそのフルマラソンにも満たないですけど3キロぐらい走りました。20分か30分ぐらい走れたらいいかなっていうふうに思っていたんですけど、まあこの20分でもなかなかね結構久しぶりなので、こんだけがっつり走るっていうのはすごく疲れましたが、どんどん走れる距離を伸ばして頑張っていきたいなと思います。この動画でもね言ってましたけど、あの私初めてこうやってなんだろうランニング専用のシューズというかを揃えて走ってみたんですけど、まあやっぱりそりゃ違うんですけど、全然ね日頃の使っていたシューズとは違う感じで、とってもなんかこう軽く弾む感じで走りやすかったので、やっぱりシューズはねもちろんかもしれませんが大事だなっていう風に改めて思いました。とりあえずまあ今回の動画はこんな感じで、決意表明としてみんなにご報告とウェアを揃えて来年に向けてマラソンの練習をね頑張ってやっていきたいと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。